アロハチック天国、イエーイ、イエーイ、アロハ。さあということで、新の支店長はですね、はい、ただいま絶賛稽古中、イエーイ、どん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 パフパフパフ、パフパフ、というものですね。11月の21日から始まります、はいはい、シアター喝采池袋にて行われます、劇作家と小説家とシナリオライター、劇団6番シードさんの、はい、創立25周年、はい、25周年長いですね、記念の興行、の第3弾、はい、締めくくりです。そうです、そうですね、締めくくりで、で A 班 B 班 C 班と1週間ずつで約1ヶ月の公演、すげー。そして我々が B 班でございます、はい、11月21日から A 班が始まりまして、はい、私たち B 班が11月の30日、はい、ね、金曜日から始まりまして、で B 班は12月の8日、はい、土曜日まで、行います、はい、そして C 班が、9日から始まりまして、はい、16日まで、はい、ロングランナー、舞台になっております。ね、ぜひ それぞれのカラーがあっていいですよね。面白いです。面白いです、はい、だからあの3枚続きあるでしょ、なんかお得な。あ、はい、あ、ありますね。あの全チーム制覇特典がありますので、はい、そういうのもあったりしますので、はい、B 班だけでなく、全てを見ていただくと、まあこんだけ色が変わるもんなのかなというので楽しいんじゃないかと思います。じゃあちょっと、6番シードを代表しまして、まずじゃあ宇田川さん、あ、真島さん、まずは締め締め、まずはね、宇田川さん、はい、A、B、C ともにですね、素敵なゲストさんがね集まりましたので、劇団6番シードの2018年25周年を締めくくる、第3弾ですので、ぜひ見届けていただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、作演出であります、松本さんです。はい、はい、今日台本がありました。イエーイ、自分にもなんですが、かなりの自信作なので、これを役者さんが血を通わせてね、もういろいろな、もうなんていうか言ってわかるんですけど、本当に感動できる物語になったと思うので、ぜひ見に来てください。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、絶賛稽古中、お届けしました、はい、うちらじゃあこれから飲みに行きます。今日ぐらいはいいだろう、ね、シアター喝采、シアター喝采、お待ちしております。